ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。欲しい？もっともっと承認が欲しいわ。どうした霊夢？魔理沙、今私ね、どうしたらフォロワーさんにもっとサボってもらえるのか悩んでるのよ。サボって、ツイッターのいいねのことだよな。自撮りでもアップすりゃいいんじゃないか。今まで何十枚って投稿したわ。だけどそろそろ飽きられそうで怖いのよ。そうか。それじゃあ悪いが力になれそうにないぜ。ただ、いいね欲しさにバカッターにだけはなるなよ。世の中にはな、目立ちたいって一心でバカげたことをして人生を棒に振った奴がいるんだからな。へぇ、そんな人がいるのね。気になるから教えてちょうだい。よしわかった。ということで今回は、大炎上したバカッターを解説していくぜ。まずはじめに紹介するのは、大学生の OMMC やネキだぜ。彼女がある意味で話題になったのは、2017年に投稿された一本の動画がきっかけだぜ。その動画には、OMMC やネキとその大学の仲間たちが飲み会をする様子が映し出されているんだ。飲み会のメンバーは、OMMC やネキ、メガネをかけた女性、冴えない顔つきの男性、ゆかりと呼ばれている女性、撮影者の5人だな。ねえ、OMMC って何なの？かなり昔に流行った略語か何かかしら。そうだな。まずは動画の内容から説明させてくれ。この動画が始まると、ジョッキに注がれたお酒を飲み切ることができず、気分が悪そうに眉を潜めながら口元を拭うゆかりさんが映し出されるぜ。それから、ゆかりさんを満たされない男性が、突然、ゆかり、飲んでなくない？なんて珍妙なことを言い出すぜ。それに続いて OMMC やネキが手拍子をしながら、手拍子をしながら、超絶下品な歌を歌い出すんだぜ。おっぱいま、まん、ちん、ってな感じでな。おっぱ？え、マジだぜ。性欲が旺盛な中高生ならまだわからなくもないが、大学生にもなって何やってんだよって感じだぜ。それに加えて、激しい性行為の様子を歌にしたり、自身の歌に陰謀を登場させたりと、とにかくやりたい放題で聞いてて呆れるぜ。ベロンベロンに酔ってたのか、それともいろんな意味で飢えてたのか知らんがな。というか、OMMC やネキの OMMC ってまさか、ああ、おっぱい、まっこ。ジッをそれぞれローマ字表記にして、それらの頭文字をつなぎ合わせた言葉だぜ。誰が考えたんだか知らんがマジで天才的だぜ。ほんで、この様子は一番初めにインスタグラムに投稿されたんだが、ある一人のインフルエンサーに発見されるとすぐにツイッターに転載され、ツイッターのユーザーたちに絶大なインパクトを与えたんだ。後に YouTube にも転載され、この動画が人気 YouTuber のゆゆうたさんの目に留まると、ゆゆうたさんはピアノでこの動画の歌を弾き語りしたぜ。OMMC やネキたちがネットに与えた影響は絶大ね。ちなみにネットユーザーの間では、仮にゆかりさんのお酒の飲みっぷりが良ければその後の展開が変わっていたかもしれない、なんてユニークな考察が行われているぜ。次に紹介するのは、おでんツンツン男だぜ。もう名前からして面白いんだけど。そうだな。おでんツンツン男は金髪と浅黒い肌が特徴的な28歳の男でな。こいつは2016年の冬に撮影者の友人と二人でコンビニに行き、ある動画を撮影したんだ。だがその動画は、売り物のおでんを自身の指で突っつきまくるというえげつないものだったぜ。それも低音を変えながら悪びれもなくつきまくってるからかなり不快だし、聞いててマジで苛立ってくるぜ。直接触るとか不衛生すぎるわ。だよな。この後コンビニは、おでんを捨てたり容器を洗ったり大忙しだったと思うぜ。そしてこの男は、そんな様子を意気揚々と SNS にアップし、多くのネットユーザーから批判され、後にテレビでも特集されるほどの騒ぎを起こしたんだ。その後、おでんツンツン男は新たな動画を公開したんだが、反省する様子を見せず、変顔をしながら鼻をほじるというマジで腹立つことを平然とやってのけたぜ。それからこの男は逮捕され、撮影者の友人は書類送検されたみたいだ。こいつの脳みそ見てみたいわ。それこそ小野やなたで頭を。気持ちはわかるが猟奇的な発言はダメだぜ。さて、この男がおでんをついた動機はいくつか考えられているぜ。一つは、単純に注目されたかったからというものだ。どうやら昔、こいつは超優秀なスノーボーダーとして活躍していたみたいでな。当時は大いに注目されていたそうだ。スノーボーダーって、スノーボードのプロだぜ。信じられないだろうが、こいつは将来を期待されているほど上手かったそうだ。ただ、現在はスケートボードを販売する個人店を経営しているぜ。経営はそれなりにうまくいってたらしいが、突然昔のように注目されたいとでも思ったのかもしれないな。だとしても、手段は選ぶべきだわ。そうだよな。あとは、自身の店をもっと認知してもらうためにあえてこういったことをしたとか、単純に酔っ払ってただけといった説が提唱されたが、結局動機はよくわかっていないぜ。次に紹介するのは、2019年にみんな大好きセブンイレブンで働いていたバイト店員の男だぜ。この男はレジの前でバイトをしていたんだが、突然所持していた割り箸で、おでんの鍋から白滝を取り出したんだ。
それから、その白滝に対して愛着を示した後、白滝を頬張ったんだぜ。その白滝はすぐに吐き出され、男は続けざまに半笑いでパンケーキ食べたい、と歌いながら奇妙なダンスを披露したんだ。白滝でベロと口ただれちゃえばよかったのに、今日は随分と言葉が荒いな。なんか嫌なことでもあったのか。虫の居所が悪いのよ。ほっといてくれない。そうか。余計なこと聞いて悪かったぜ。なお、この様子がツイッターで拡散されると大炎上してしまい、男を雇ってたセブンイレブンは、男を即座に解雇した上でおでんを廃棄し全力で謝罪をしたぜ。ちなみに、男が公開した動画には、コンビニ終わった。って書かれたテロップが表示されてるんだ。このテロップからして、自身がヤバいことをしてるってことは分かってたんだろうな。だけど自分の人生が終わったことには全く気づけなかったのね。愚かすぎるわ。だな。実際にこの男の個人情報はネットユーザーによって特定され、現在この男はネット上の有名人の一人として認知されているぜ。次に紹介するのは、2013年にステーキ、ハンバーグチェーン店ブロンコビリーのバイト店員をしていた男子高校生だぜ。この当時、男はブロンコビリーの厨房内にいてな、本当はダメなんだが、自身のスマホでバイトナウ、残り10分、というツイートを送信したんだ。まあスマホくらいならいいんじゃないかしら、大して迷惑かけてないし、霊夢はそう思うんだな。だが、この男はそのツイートに、自身が厨房の巨大な冷蔵庫に入ってる写真を添付しやがったんだぜ。それはダメね。明らかにアウトよ。だよな。結果としてこのツイートは瞬く間に炎上するとともに拡散されていき、男の個人情報やブロンコビリーの所在地は多くのネットユーザーによって特定されてしまったんだ。こういったことになったら、普通は自分の反省の気持ちを表現するために謝るよな。ところが、この男は謝罪をせずに次のようなツイートをしたんだぜ。いちいち面白がってうぜえな。知らねえやつが面白がって拡散とか言ってリツイートしてんじゃねえよ。知らねえやつなのにいちいちだりんだよ。性格が悪いなんてレベルじゃないわ。その後、ブロンコビリーの本社は、謝罪とともに男を解雇したことを発表したんだが、犯は全くやむことがなかった。そんで、この男を雇用していたブロンコビリーは閉店してしまったんだ。こいつを雇用してなかったら今も元気に営業してたかもしれないわね。ちなみにだが、男は膨大な損害賠償を請求され、通っていた学校の同級生や友人には距離を置かれてしまったそうだ。顔を見られるたびに見知らぬ人からも笑われたりしたらしいぜ。気の毒だけど自業自得ね。最後に紹介するのは、2019年にくら寿司で働いていたアルバイト店員の二人の男だぜ。この時男たちは厨房内にいてな、一人はまな板の上に乗せた魚の切り身を包丁で切り、もう一人はその様子を撮影していたんだ。だが魚を切っていた男は、何を思ったのか、これをもう捨てます、と言って魚を近くのゴミ箱に投げ、その後魚を拾ってまな板の上に乗せるという意味不明な行動を取ったんだぜ。加えて、撮影者の男は、障害持ってんのかよ。的な意味で笑い出すし、動画内には、気違いではないって、というテロップが表示されるんだ。できるんだったら、彼らを包丁で刺身にした後ゴミ箱に投げ捨ててやりたいわ。お前というやつは、まあいい、話を続けるぜ。この動画はな、もともと男の仲間内だけで楽しむために撮影されたんだ。だから本来はツイッターに投稿されるはずがないし、このことがバレるはずはなかったんだぜ。だがどうやら、動画の撮影者の友達がこの動画をスマホに保存した後、撮影者と喧嘩をしたみたいなんだ。ほんで、撮影者に不快な思いをさせてやりたいってことで、ネット上にこの動画を公開した。これがネット上で知られるきっかけだったそうだぜ。嫌がらせのつもりだったのね。浅はかだわ。その後、くら寿司は謝罪の言葉とともに問題を起こしたバイト店員を解雇し彼らを書類送検した、と発表したぜ。現在彼らはどうしてるんだろうな、すっげえ気になるぜ。そんなわけで、今回は大炎上したバカッターを紹介したぜ。そうよね。いくら承認が欲しくても、誰かの迷惑になるようなことはしちゃダメよね。すごく勉強になったわ。そりゃよかったぜ。人生はくっそ長いんだから、常に将来を考えながら行動していかないとな。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。